人間いつの時代も生きてくために精一杯ですよ。ね。そのためにはやっぱり、こう、日々の楽しみであったりとか、ね、リセット剤がないと、人生はマラソンのようなものだと思いますから、ね、そういったちょこちょこ、ね、小刻みに楽しみがないと、まあ、やっぱりやっていけないんじゃないですか。こんにちは、マサアサノです。今日も一日お疲れ様でした。私はこれからですね、早速、日本酒をさせてもらおうかなと思います。はい。私の中でね、一番安定して美味しいお酒、清洲城信長鬼殺しでございます。今日はこれをね、今日はというか今日もですね、はい、いただきます。私、まあ、ストローで飲むのもいいんですけど、コップでね、こうやってコップやこう、直接ね、こうやって口つけて、飲みたい派なので、これをね、こっちに移してからいただこうと思います。日本酒が飲めるなんてもう、心躍っちゃいますよね。よいしょ。よし。あれれれ。こっちでついた方がいいかな。はい。では、ね、注いでいきまーす。おーこっちの方がいいかな。結構出入り口が安定しないので、出口が安定しないので、ちょっとね、慎重に、よいしょ、いいかな、よいしょ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 、こぼしてしまってはもったいないので、ちょっと余裕を見て、まあ、この辺にしときましょうかね、まずはね。はい、よいしょ。あーでも、あー垂れちゃう、一気にやった方がいいのかな。ほっ、うん、はいね、一滴でもね垂らしちゃうと、せっかくのね、こう貴重な美味しいお酒が台無しでございますから、よし、これはまた後で、ね、いただきます。いやー、ね、本当お酒って魔法ですよね。いただきます。あー、美味しい。うまい。こうね、五臓六腑にダーって染み渡ってきますね。いやー美味しいわ、ね、本当は気持ち的にはね、一杯グイッと一気に行きたいんですけど、今日はもうこれしか、日本酒はね、これしかもうないんですよ。なので一気に飲んじゃうともったいないので、今日はね、ちょっとチビチビとさせていただきます。まあそれがね、チビチビやるのがまあいい飲み方なんですけどね、いやーうまいですね。うん、はい。で、今日はですね、こういった本がありまして、見えるかな、海軍と酒というね、この本を、まあ、この後で、ね、読みながら、まあ、ちびちびと、まあ、させてもらおうかなと思います。高森直文さんっていいのかな、高森直文さんっていう方が書かれたこの海軍と酒っていう本をですね、なかなか面白いですよ、これ。まあ私はね、まあ前の動画、今まで、上げてきた動画でね、まあ、まあご存知の方もいると思いますけど、私の祖父はもともと海軍で飛行機に乗ってまして、で、まあ、そういった縁もあってですね、私、まあ、海軍っていう、まあ、組織は、
本当昔から小さい頃から好きでして、で、ましてやね、まあ私お酒も好きなので、海軍と酒、もうドンピシャリのタイトルなんですよ。で、これを、まあちょっとね、まあ手に入れたのは、もう、まあだいぶ前なんですけど、まあ、こう、ちびちびとですね、まあお酒じゃないですけど、まあ、ちびちびと、ちょっとこう読み進めてですね、はい、まあ今日もこれ、お酒の、ね、お酒と一緒に、まあ、読ませて、やらせていただこうかと思います。はい。やっぱり軍隊とお酒って、まあ、やっぱり切れない関係かなと思うんですよね。まあ、何かにつけて、やっぱりお酒を飲むことってあるかなって思います。突き出しました。美味しい。はい。で、まあ、じいさんもですね、まあ、私の祖父、まあ、じいさんもですね、本当、ようお酒を飲む人でしてね。ただ、やっぱりね、日本酒とビールしか飲まなかったですね。はい。まあ、普段は。まあ、こう、旅行に行った時とかね、まあ、遠出、お出かけ、したりとか、まあ、そういう、こう、出先においてね、まあ、珍しいお酒があったりとか、まあ、そういった時は、まあ、洋酒とかもね、まあ、なので、ウイスキーとかワインとか、ブランデーとかね、そういう旅行行った時は、まあ、まあ、レストランとかで、そういうお酒も、まあ、多少はこう、飲んではいましたけども、もう普段ね、日中、まあ、とにかく毎日飲む人だったんで、毎日飲むお酒っていうと、もう日本酒でしたね。で、夏は、まあ、ビール、まあ、ビールと日本酒。まあ、冬は、まあ、日本酒オンリー、みたいな感じで、なので、普段はね、焼酎とか、ウイスキーとかワインとかを飲んでることは、もう、ほとんど、滅多に、なかったですね。まあ、これ余談ですけど、一時薬用養命酒が家にありまして、ただね、それ、買ったわけじゃなくて、もらったんですよ、確か、記憶によると。そのもらった薬用養命酒をね、なんかね、一晩だったか二晩だったか、で、飲んじゃって、結構大きいあれでしたよ。飲んじゃって。まあ、そんなことがね、あったぐらいで、ほとんどは自分で買って飲むお酒は、まあ、日本酒とビールっていうのもあってというかね、まあ別に全然まあたまたまなんですけど、私もやっぱり基本はね、日本酒が好きなんですね。で、まあビールも飲みますけども、まあ、ビールはまあどっちかってやっぱり暑い時に飲むからね、こう喉が渇いた時に飲むから、まああとはこう、なんでしょう、まあ外でね、こうバーベキューやったりとか、で、そういう、外で飲むから美味しいっていうのもありますけども、純粋に好きなのはやっぱ日本酒ですね。ね、あ、ごめんなさい。で、ちょっとだいぶ話逸れちゃいましたけど、で、まあ、そういうふうに、まあ、祖父もね、本当よう酒飲んでまして、で、まあ、日本酒。で、やっぱ軍隊でもですね、そのお酒を飲むっていうことはよくやっぱりあったみたいですね。まあどれぐらいの頻度でじゃああったのっていうのはちょっと聞いてなかった、祖父には聞いてないんで分かんないんですけど、まあでもやっぱり軍隊にいる時もお酒はよう飲む時が、こう飲む場面、機会がやっぱりたくさんあったというふうで、やっぱり軍隊とお酒っていうのはね、まあ切っても切れない関係なのかなってやっぱ思いますよね。はい。ということで、海軍と酒、ね。はい。この後ちょっとまた、ちびちびと、こう、読んでいこうかと思います。でも、本当なんか、なんでしょうね。私も、まあ、こう、まあ、若い頃というかですね、まだこう、二十歳前半ぐらいの時は、
大方ね、その学生の時は、やっぱり、こう、なんでしょう、3%の、要はジュースの隣というかね、本当にジュースみたいな、ああいう、カクテルっていうんですか、サワーっていうんですか、そういうのを、よく飲んでたなと思うんですけど、ね、最初はね、やっぱり日本酒も、そんなに正直は美味しいとは最初は思わなかったですよね。っていう、それがもう正直な感想でしたよね、最初。若い時、ね、口にした時の感想は。それがやっぱ不思議とですね、どんどんこう、ね、毎年をね、取っていくに従って、深みを感じるというか、ジュースのような美味しさ、甘さではないですけども、もとね、もう、私はもともと日本酒もその辛口の方が好きなんですけども、なんて言うんでしょう。一言で言ってしまうと、やっぱりこう、大人の味っていうんですかね。日本酒の良さ、うまさっていうのが、年を追うごとに、分かってくる感じがしますよね。気づけば、ジュースみたいなね、ああいう感覚で飲める、そのサワーとかカクテルとかっていうのは、口にしてなくて、本当自然なんですよね。意識もしてないんですけど、自然と純粋に、こう手に取るようになった、口にするようになったものが、やっぱり日本酒とか、あとは、熱かったらビールとかね、っていう風になってきましたね。ワインとかも、あれば飲みますけど、どうでしょうね。日常的に自分から買いたいな、買って飲みたいなとは思わないし、ウイスキーとかも時々はね、やるとしたらロック、ストレートかロックどっちかですね。で、時々は飲みたいなというふうに、飲んだりもしますけども、でもやっぱり日本酒と比較すると、やっぱり日本酒の方が断然、やっぱいいなと思うわけでして、そんな感じで やらせてもらってます。ね、本当日本酒って最高っすよね。で、私の場合は、ちなみになんですけど、今までね、いろいろとこうお酒種類飲んできましたけど、なんだかんだ言うて、普通にスーパーに売ってる、安い酒。安い酒っていうと、その作ってるいろんなメーカーのね、人たちに失礼なんですけど、ただ、そうね、言い方変えれば、要は手に取りやすいお酒っていう言い方の方がいいんですかね。でも私はいい意味で、あえて言います。いい意味で安酒の方が私は好きですね。もちろんね、お財布に優しいっていうのもあるんですけど、なんでしょう、もう舌が慣れてるのかわかんないんですけど、飲んでて純粋に飲み心地がいいんですよ。で、特に、ちょっと今、もうこれ空になっちゃったんで、潰しちゃったんですけどね、この鬼殺し。ね、私これ好きですね。お手軽な値段ですし、で、じゃあ安いからまずいの？いや、そんなことないですよ。安くて、私個人の感想ですけど、とても美味しいです。で、すごいこう、口にフィットするんですよ。口の中の。いろんな味覚というか、いろんなこの感覚受容器にね、フィットするんですよ。だから、鬼殺しね、全国規模かわかんないんですけど、私、愛知県民なので、普通にね、スーパーに行けば、こう置いてあるんですよね。いろんな今まで本当に高い酒も飲みましたし、いろいろね、こんな、いろいろあるじゃないですか、ね。あえて銘柄とかは言いませんけど、鬼殺しはね、私、愛読させてもらってるんで、
愛読、あ、ごめんなさい、愛読じゃないです、愛飲させてもらってるんで、まあ、名前出しましたけども、まあでも、あえてね、他の銘柄とか言いませんけど、やっぱりいろいろいいお酒あるじゃないですか。でもね、なんか、いや、確かに美味しいんですよ。美味しいんですよ。ただ、なんつうかね、まあ、表現が難しいな。まあ、決して悪い意味で言わないんですけど、ね、まあ、誤解されたくないんでね、まあ、別に悪意はないんですけども、なんでしょうね、いいお酒っていうのは、なんかこうね、なんでしょう、上品すぎるんですよね。なんて言ったらいいんですかね。まあ、分かっていただける人には分かっていただけると思うんですけど、上品すぎるんですよ。いや、だから美味しいで、まずくはない。まずくはないんですけど、でもなんかね、こう飲んでて、ほーって言ってこうね、心もね、ほーってなれるお酒は、やっぱりね、ほんとなんかいい意味で、ね、いい意味で、やっぱり安酒、庶民がね、こう、容易に手に取れる、ね、日々、手に取れるお酒。私はそっちの方がね、私個人としては、本当すごいマッチするなと思います。で、まあ何度も言いますけども、ね、その代表として、清洲城、信長鬼殺し、ね、これ、押しときます。美味しいですよ。まあ、勝手に宣伝じゃないですけどね。はい。これ、皆さん、どうぞ、ね、飲んでください。で、まあ、ただね、残念なことに、ね、まあ、スーパーには売ってるんですけど、コンビニにはね、置いてあるところと置いてなかったり、置いてあるところと置いてないところがあったりしてて、で、それもなんかどうも、たまたま時期的なところとかね、ある時期は置いてあるけど、ちょっとなんか時期がずれると置いてないとかで、だから、まあ、スーパーなら置いてあるんですけど、まあ、コンビニだとね、置いてない時もあったりするので、まあ、そうすると、まあ、他のお酒を買ってくるんですけど、でも、やっぱりね、なんか、やっぱり、まあ、コンビニに置いてあるお酒も、まあ、基本的にはそんなにすごいめちゃめちゃ高いお酒じゃないじゃないですか。ね。で、しかもちゃんとメーカーもね、ちゃんと大手のメーカーだったりするじゃないですか。そうするとやっぱりまあね、大手のメーカーっていうだけで、まあ、ある一つの安心感はありますし、で、お手軽であればね、まあ、それ買って飲んだりするわけですけど、まあ、やっぱりね、お手軽な価格のね、日本酒が、やっぱりなんだかんだ、うまいなーって、安定して美味しいなーってやっぱ思いますよね。私は、本当安酒が好きですね。まあ、あえて言いますよ。安い酒って言いますけど、あえていい意味でですよ。いい意味で安い酒、私は好きです。はい。いやー、美味しいですね。鬼殺し。まあでもやっぱ本当ね、お酒はいいですよね。なんか本当、なんでしょう。こう、すべてのイライラがリセットされるっていうか、それこそね、なんであんなつまらないことに腹を立ててたんだろうとか、なんであんなことにイラッとしてたんだろうとか、そういうことがみんなね、ピーンってリセットされますよね。要は心がこう、優しくなれるというか、穏やかになりますよね。そういった意味でもですね、まあお酒ってやっぱり人生に必要なんじゃないかなと思うんです。で、まして、ちょっと話戻りますけど、その軍隊とかだと、やっぱり常にピリピリしてる感じだし、ましてや前線部隊であれば、常にね、命を張ってる、かけてる状態なので、まあね、そういった緊張感からちょっとね、一晩ぐらいは、ね、こう、ちょっとみんなで和む時間があってもいいんじゃないかなってやっぱり思いますね。まあそういった意味でもやっぱり軍隊とお酒っていうのは切っても切れない関係なのかなと思ったりもします。はい。
ねえ、いやあ、ほんと人間いつの時代も生きてくために精一杯ですよね。そのためにはやっぱりこう日々の楽しみであったりとかね、リセット剤がないと人生はマラソンのようなものだと思いますからね、そういったちょこちょこね、小刻みに楽しみがないと、まあ、やっぱりやっていけないんじゃないですか。じゃあね、まあ、動画はこの辺にさせていただこうと思います。ね、最後までお付き合いしてくださりありがとうございました。で、皆さんもぜひね、人生の良いパートナーとしてね、あ、飲みすぎはいけませんからね、飲みすぎはいけませんよ。ね、まあ、私自分にも言うことですけどもね、飲みすぎはいけません。はい。ね、程よく、ね、適度に、適量を、ね、人生の良いパートナーとして、ね、一緒にお酒楽しんでいきましょう。はい、ではご視聴ありがとうございました。